はい、本日はですね、グッドウェアの無地 T を紹介していきたいなというふうに思います。でですね、僕がですね、今年の夏はどうしても白 T、自分に似合う白 T が欲しいってことで結構買ったりしてるんですけど、今回購入したのがこちらのグッドウェアの白 T ということになってます。まあ白 T ってお好きな方やったらわかると思うんですけど、一個一個サイズ感が違うかったり、生地感が違うだけで全然見え方とか似合い方って変わってくると思うので、僕もいろいろ追求して求めてはいてるんですけど、まあ今回は一応このグッドウェアって超定番中の定番の白 T、これはちょっと外したらあかんなと思って、まあ今回こちら購入したんですけども、まあ、早速見ていきたいなというふうに思います。まずこちらグッドウェアっていうブランドがですね、アメリカのブランドになってまして、1983年から生まれたブランドなんで、僕より年上なんですけど、僕より上で36年ぐらい前から生まれてるんですかね、7年くらいから生まれてて、生地も US コットンって言ってアメリカの生地を使ってるっていうことで、まあ、見た目の雰囲気からちょっと今っぽい流行りの感じではなくて、もう定番中の定番のスタイルの白 T っていうのが、まあ、これのイメージになってて、 US コットンっていうのはですね、もちろんご存知ない方もいらっしゃると思いますので、まあ、イメージというか特徴としてはですね、こう生地にちょっとムラ感があるというか、いかにもこうアメリカっぽいんですけども、まっさらな生地っていうよりかはちょっとボコボコした感じで、まあ熱風って言ったりするんですけど、その熱風があったりとか、生地に凹凸があったりする、ちょっといい加減って言ったらあれかもしれないですけど、一つ一つ個体差があるっていうのがこの US コットンの特徴で、まあその辺によって雰囲気とかディティールっていうのがちょっとずつこう変わってきたりするので、結構好まれる方には好まれるんですけども、まあ、その US コットンを使用してるということになってて、一応 100% ではないみたいなんですけど、この一つの T シャツに対して50% 以上はアメリカのコットンを使用してますっていうのは明記されてたんで、まあほぼほぼ半分以上は US コットンを使用してるということになってます。で、次はですね、この US コットンを使用してて、生地としては結構分厚くてですね、まあ US コットンを使用してるものって薄い生地のっていうのがあんまりなくて、結構分厚めの生地で、これが 7.2 オンスっていうことで、生地の厚さをオンスっていう表記で測ったりするんですけども、まあそれが 7.2 オンスもあるとどうなるかというとですね、まあ僕が一応乳首評論家として活動はさせてもらってるんですけど、6オンス以上であれば乳首は透けないっていうふうに基本的には言われてるんですが、 7.2 オンスもあればまあまあ透けることはないろっていうことになってますし、まあ、さらに左側のお手首に関してはですね、こうポケットがあるので7オンスオン7オンスって10オンス分の生地があるので、まあ絶対に透けることはないと思うので、まあ、特に自分は左胸の手首がものすごい色が特殊で形がいびつなんですっていう人に関してはこれはぴったりだと思いますし、まあ、右側は 7.2 オンスだけなので、もしかしたら形とかが出る人は浮くかもしれないんですけど、まあ、もしこれを着て浮くのであれば、もうこれはインナーを着るとか、もっと分厚いものにするしかないとは思うんですけど、一般的にはこれぐらいあれば手首評論家界隈でも透けないという感じでは言われております。そしてまあ 7.2 オンスもあればですね、生地的にも丈夫になっているので、まあ、多少洗ったりとかしてくたることっていうのもないですし、薄い白 T とかって洗っていったらもうピヨピヨになるじゃないですか。ああいうのはこの T シャツにかけてはもう全くないので、ガンガン洗ってガンガン洗っても全然問題ないっていうのが、まあ、US コットンの良さでもありますし、特徴でもあるということになってます。でですね、次は形になってるんですけど、形がですね、最近のこのボックスシルエットで横に広いタイプっていうよりかは、まあ、クラシックな本当の T シャツっていう感じの長方形な感じになってるので、まあ、最近の流行りっていうよりかはもうほんまにスタンダードな感じなんで、別に10年後でも着れると思いますし、まあ、それこそこれ30何年前からあるので、まあ、ずっと着れるような T シャツっていうことで、流行りの大きめのシルエットがお好きな方からしたらちょっと物足りないかもしれないんですけど、まあ、クラシックな感じとか、あとスタイルをですね、際立たせたい方とかであれば、まあ、こういう形はいいんじゃないかなというふうに思います。で、さらに次はちょっともうちょっと細かいところになってくるんですけど、こういうリブとかがですね、非常に頑丈なリブを使ってて、もう触った時から分厚いなっていう感じなんですけど、まあ、分厚めで、さらに縫製をですね、2回二重でステッチを組んでるってことで、より頑丈になってるので、まあ、T シャツがくたるのってさ、もう一番最初首から来ると思うんですけど、その首元がくたることはしばらくないやろうなっていうぐらい頑丈にはできております。そしてさらに、こちらがですね、丸胴っていうタイプになってるので、この脇の下のところに縫い目がなくてですね、人間の体に沿ったような作りで作られてるので、動きやすかったりとか、あとまあストレスを感じにくいっていうのがよく言われるんですけど、そういう特徴があります。で、次はですね、デメリットの部分に行きたいなと思うんですけど、やっぱり先ほど言ったみたいに生地が分厚くて頑丈っていうのはいいところではあるんですけど、裏を返せば暑いというか、やっぱり真夏で30何度とかある時とかに、7オンスの T シャツっていうのは比較的暑いので、まあ、特に暑がりの方とかであれば、7オンス以上の T シャツとかはよう着れないっていう方もいらっしゃるぐらい暑いので、まあ、その辺はデメリットかなというふうに思いますし、まあ、さらにですね、これまあ見てもらったらポケット前にあるんですけど、それ以外は後ろは無地ですし、まあ、本当にシンプルな感じなんですけど、まあ、それで値段が6000円とか7000円とかするので、なんもないのに結構値段はするなっていう感じだと思うので、まあ、これも多分アメリカとかで買えばもちろん値段安いかもしれないんですけど、日本にこう着てる渡航費というか輸入費とかも多分かかってると思うので、そういうところで際立ってこだわりとか、際立って高級面を使ってるとかっていうのではないんですけど、まあ、値段は高くなってるかなというふうに思います。では次はですね、この T シャツがどんな方におすすめなのかっていうところなんですけど、普段から
ら結構クラシックなスタイルというかスタンダードなスタイルをされてる方とかであれば、この T シャツっていうのはもうド定番中のド定番なんでいいと思いますし、オーバーで着るとかっていうよりかは本当にジャスト面に着るのがかっこいいと思いますので、そういうスタイルをされてる方であったりとか、あとモデル体型の方とかはこういうスタイルが出るような T シャツ着るとより綺麗な着こなしができると思うので、そういう方もおすすめかなというふうに思います。そしてあと僕みたいに評論家として活動されてる方であれば、この胸のところの評論家の方はこういう生地が分厚いタイプっていうのは透けにくいので、同業者として大歓迎したいなというふうに思います。まあ以上が特徴になるかなと思うんですけど、僕は178センチ65キロで L サイズを着用しているので、最後それを見てもらうんですが、こちらのアイテムがですね、先ほど言ったみたいに6000か7000ぐらいするのが定価になってて、それが正規品なんですけども、偽物もあってですね、えらい値段安いなっていうやつもあって、1000円とか2000円とかで売られてるやつがあって、このグッドウェアみたいな感じで書いてあるんですけど、それに関してはグッドウェアではなくてまた別物になってたりとかするので、このアイテムが欲しいとか、このアイテムを買おうとされてる方はちゃんと正規品というか、値段もちゃんとした値段のところで買った方がいいんじゃないかなというふうに思いますので、まあいつも通り僕が購入した店は下の動画説明欄に買っとくんですけど、あまりにも値段が安いところはちょっと敬遠した方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ではですね、本日はグッドウェアの無地Tを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。